古川です。 AP です。リコです。以上です。最強クイズ王集団カブリティオチャンネルです。よろしくお願いします。さあ、ということで第11回になりましたね、うん、どうですか最近皆さん。最近っつってもこれが出る時には結構未来なんだよね。そうですね、うん、最近仕事をしてる。この収録時期の我々といえば、うん、いいね、まあ、自粛期間が明けて、うん、結構な数の仕事が来たなという印象は、ありがたい話ですな。俺個人もすごくテレビとかが増えて、うん、今ちょっとこのラジオとテレビがどっち先になってるか分かんないけど、うん、いっぱい出させていただいたりもするし、うん、企業さんからね、その問題作ってみたいなのもいただくしで、うん、全員がどうだろう、動画も含めたら過去で一番忙しいか。あ、でも俺バキ読んだりして、あ、そう、ちょ、時間の使い方うまいね上手やわ、すごいな。あ、そう、今その何バキの普通の無印のバキを読んでる、まあ、無印の方がグラップラーバキなんですよ、はいはいはい、第1作目が、はいはい、の次のバキを読んでる。お、はいはい、その先もあるよね。その先はハンマバキで、うん、その先がバキ道で、うん、その次もバキ道なんですよ、うん、なんかタイトルの付け方下手なのかな、思うよそれは、うんうん、思うけど、ハンマバキすごくねそれそのファーストネームのみだったらバキの次にフルネームにしたら違くなると思ったってことでしょ。そうだよね、いやすごいなそれな、うん、そうキャプテン翼の後に翼をやって大空翼をやって、そうだよねそれ変だね、グラップラーバキなんで最初はキャプテン翼じゃんね、うん、本当だ、すごいな、翼と、そうはなんねんだよ、そうか。でも金色のガッシュの後アニメ化したガッシュベルイン、あ、なってたね。あれはなんか引っかかったんだっけ、なんかグワッシュに近いからって、あ、そういうこと、なんかその絵描くやつの、はいはいはい、とかなんか聞いたことあるけど、わかんないけどサンデー系はなんか漫画からアニメで結構タイトル変わるじゃないですか。例えば何、剣遊伝説刃になったり、ガンバリスト旬になったり、あ、ガンバフライ、ね、例えば古くてあれなんですけど、うん、いやいや、あと、まあ、みんな見てたよガンバフライ、メルがメルヘブンになったりとかもあったけど、集めるヘブンね、あ、集めるヘブン、そうそう、集めるいいかね、ガネットクローかな、いやー懐かしいな集めるヘブンになりましたね、集めるヘブンすごいよね、うん、それにしか使えないのに擬態してる曲すごいよね、まあまあ、服部くんの曲服部くんって言ってるけど、うん、集めるヘブンだけはこうちょっと感化できない、当て書きしたのだろうなっていう、ね、そうだね、そのまあ、アニソンででもそうあるべきだなと思うし、ね、まあ、そう、そう、アニソンらしいアニソンなのに擬態、その J-POP に擬態してるの擬態とは思ってないメルヘブンでいいやん、そのタイトルもさ、まあ、集めるヘブンはすごいよ詰めるなの、踏もうとしたら何か意味を、うん、そう、いや、すごいよねということで、はい、まあ、バキの話で盛り上がりましたけど、そうですね、今日は懐かし漫画特集という、いや、そういうことだ、まあね、そういう回もやりましょう、いずれ、はい、いずれ、はい今日のラジオなんですけど、まあ、ちょっと企画をやろうかなと思いまして、はいはいはい、はい、題してしりとりしながらトークをつなげ新しりトーク、おー前でも、うん、やったよね、前やりましたね、うん、はい、違うんです、もう気候法と新気候法ぐらい違う、だから言ってたの、新っていうの、うん、命を落とす可能性あるかね、新はね、すごい、だってなんか大地に穴削ってたもんね、新気候法、まあどっちも命を落とすか、うん、マウント取ってくるドラゴンボールマウントね、新はね、そのセル第二形態の動きを、ね、そう止めてたから、封じることができそう、ね、連発したからね、すごい、はい、ちょっとドラゴンボールマウントやめよう、本当だよ、はい、もう、はい、ルールがね変わっております今回、はいはいはい、トークのテーマでしりとりをするのは一緒なんですけど、うん、前回10文字以内みたいなちょっと縛りがね、うん、ありましたが、今回はテーマの文字数制限はありません、はい、最初にトークを行う順番を決めます、うん、そのしりとりする順番ね、うん、順番決めてテーマを言った人の次の順番の人がそのテーマについて語ります。はあ、なるほど、うん、じゃあ次の人に喋ってほしいテーマを言うってこと。うん、まあそれでもいいし、この人これについてどれぐらい知ってんのかなでもいいし、なるほどね、はい、まあそこは任せます。ほいほい、はい、とにかくその次の人がその前の人が言ったテーマについて喋らないといけないと、はい、で、これを2周したらクリアというふうにします、はい、うまくトークができなかった場合はテーマを提出した、うん、要は1個前の順番の人が責任を持ってトークをして回収してください。あー、すごい、あれだ、マジカルしりとり2文字取ってと同じルールだ、ね、あんま分かんないんだけど、分かりやすい例で言うとね、頭脳パワーの話そうそうそう、浮世絵で回した千堂明穂が、うん、よえなんてないよって全員ブーってなって、あー、なるほどね、でじゃあ瀬戸さんってよえんつってクリアしてた値段が4円っていうのを
のと同じだね、これは、ね、強いね、4円すげえなと思って、うん、そうだね、うん、だから辞書に載ってるとか縛りないんだな、うん、4円ダメだろうと思ったけど、ね、そうだよね、ね、はい、はい、というわけで、まず順番をね、決めますか、うん、今この座って順番にしちゃう、そうだね、うん、じゃあさっき挨拶した順番で、はい、AT、リコ、石野、うん、誰から始めてもいいけどね、はい、じゃあ石野さんがお題言ってくるから、そうだね、そうしよう、企画者は頼む、どういう雰囲気なのか知りたいから、うん、しりとりのリで始まるやつをなんか、あ、なるほどね、そう、そのくらいふわっと始まるはずだもんね、はい、しりトークのくんから始まるやつリでいいからなんでどんどん言っちゃうんだよどっちがいい、リくん、どっちがいい、どっちもいい、じゃあリーにしよう、リでリーの、なんだろうな、リじゃあね、あのリバプール、リバプール、リバプール、あ、まあ、リバプールは、まあ、イギリスの都市なんですけど、はい、まあ一般にサッカーのね、あのイングランドプレミアリーグにリバプールっていうチームがあるので知ってるっていう人が現代では多いのかな、うん、ただその世界的に見た時に一番名を知らしめたかなと思うのはやっぱりザ・ビートルズかな、はいはい、リバプールで結成されて、ザ・ビートルズの音楽がリバプールサウンドっていう名前でね、世界的に広まったことでも知られていて、うん、リバプールにはマージー川っていう川が流れてるんだけど、はい、マージー川周辺で起こった音楽ということでマージービートともね呼ばれたりするんだよね、うん、そうで、まあ、日本にも来日してザ・ビートルズはその髪型がマッシュルームカットつって本当にその当時の日本の若者にもめちゃくちゃ流行って、はい、日本公演もねめっちゃ盛り上がったんだけど、その時前座を務めたのはなんとあのザ・ドリフターズだったというような話もあったりしますね、うん、リバプールのル、じゃあ、最後が運に点々で終わるルヴァンスレーブでお願いします。競争馬。競争馬。限界シートビアよく使ってたんだから、ちょっと話せるやつ。そうね。まあ、今くらいのサイズでバンバン出していいから。はい。じゃあリバプールでございました。もう絶対リガルースの話するな、この人と思ってるしなかったね。ウイレでのリバプールの名前、ね。あ、そうです。昔の。はい。いるね。確かになんだろうな。じゃあなんか、俺の想像ではこのメンバーの中で一番得意そうな気もする、やってないだろうけど、ルービックキューブにしようかな。あールービックキューブね、はいはいはい、まあ皆さんもご存知ルービックキューブね、うん、エルノー・ルービックさんというのはハンガリーの数学者で、ね、はいはい、発明したからルービックキューブなんですけど、はいはい、名前取って、はいはい、まあ、僕もそんなにやってるわけではないんであんまりその解法とかはちょっと説明はできないんですけども、うんうん、あれですね、ルービックキューブ、まあ、世界大会とかね、すごいやっぱりやってまして、うん、で、まあ、いろんな種目があるんですけど、うん、まあ、普通に解くやつとか、うん、目隠しして解くやつとか、はいはいはい、あと変わったところではその足で解くみたいな種目もね、あったりする、それが正式な部門として存在するっていうことらしいですよね、うんうん、であとルビックキューブって3×3×3 ですけど、うん、まあ、4×4×4 とか、うん、5×5×5 みたいな、うん、バリエーションもあって、うん、その 4個ずつのやつがルビックリベンジっていう名前で売られてて、はいはいはい、ここのやつはプロフェッサーキューブっていう名前だったかなと思いますね、うん、はい、でなんか 6×6×6 みたいなやつはもう構造上できないとは昔言われてたんだけど、最近ではそういうのも出てるらしいんですよ、というのが、はい、ありますね、まあ、なるほど、そんな感じですかね。おお、いいね、ちゃんと、なんだろう、俺、一点物っていう番組に出てたんだけど、うんうん、それをすげえ思い出すわ急にこういうことをやってた、そういうことをやってたんだよ、なんかそれをもうちょっとなんか聞こえよくというか、はきはき、淡々といっぱい喋るみたいな、うん、できるね、俺じゃない人でも全然できるうちの人はすごいわ、なんか偉いなと思う、うん、ルビックキューブのブブ、ブ、ブ、できなそういやできるよ、今の AT の見たら俺安心したわ、やべえ。全員できるんだ、じゃあ、武士道、武士道、武士道ね、よく聞く言葉だけどね、武士道、ね、リコさん、ね、武士道で、武士道で語ることあります？まあね、それは、まあそれなりにはね、ないんだよなんだよこれ、武士道やめるか、武士道じゃない方がいいか、武士道ね、ね、武士ってね、高い王子でね、げっぱりだったんですよっていう武士は食われの高い王子の話してるの、ああ、いいよいいよいいよ、ようやくひねり出した、ひねり出した、ひねり出した、ね、
もうこれ以上水出ないっていう息までちょっと絞ってみて、まだ出る、まだ出る、そうそうそう、そもそも武士は食わねえと高氏っていうのはどういう意味なんですか。え、なんか江戸時代ね、食べるものがなくなっても、うん、こう高氏こうやって自分はね満たされてぜみたいなふりをするというこう見えっぱりなね、うんうん、お話でございます。何これ。まだいけるの、まだいけるの、これいけるいける、全然いける。武士道が出てくるクイズとかさ、あるわけじゃない。 そ, う、ね、そんなのある。 あるよ、あるから言ってる。品質なやつがある、まあね、うん、流派とかじゃないよ、ね、流派とかじゃないですよ、まあ、流派の話をしてもいいよ、うん、そう、武士道の一つだからね。いや、流派もあんま分からない。ちょっと待って、何これ。武士道なんか薩摩隼人だろ、頑張れ。お次元流の話で。あれ、武士道とあんま関係ないですけど。何、切腹の話か。おお、いいじゃない。うん。切腹について、なんか、詳しい人あんまりいないと思うよ、視聴者の方の中に。俺もそんな詳しくねえけど、うん、なんか、ね、昔は本当に腹を切ってたんですけど、うん、江戸時代になって、うん、懲罰のね、代償として、切るときはもう本当に切らなくていいんじゃないか、形式化されて、うん、こう切る真似をして解釈の人が首を落とすだけに、ね、なったんですよ、なんか、うん、形式化されてね、うん、それって武士道と関係あります、ちなみに。まあまあいいんじゃない、うんうん、武士の生活というか、なんというかね、うん、武士の作法として、うんうん、いや、もう乗ってきたわこれ、お、もう全然まだもうここで終わって。ベタモンで何か逃してんのある。まあありますね。ちょっとそれ教えてあげて終わりにしましょう。はい、葉隠れという その書物がありますね。あの山本常友が書いた、葉隠れという書物の中に武士道というは死ぬことと見つけたりという有名な説がありますね。鍋島藩のやつだよね、はい、鹿児島ゆえに、なんか九州ゆえにってこと。そう、まあ、肥後かな、あれは、うん、はい、肥前か、はい、とか、あとは二戸稲造の著書で武士道というのが、ね、うん、ありますよね。その2つかな、はい、うん、その2つはせめて出してよって話す感じだったもんね。まあ出れば一応クイズマンとしては合格という感じ。武士道残酷物語とか、ああ、そうそうそう、映画のね、そうそう、はい、クイズプレイヤーとしてはもうやっとらんので。まあそうだよね、わかるよ。まあまあまあ、だから前世紀ならくらい、前世紀ならそうだ、あと武士道ブレードとか、ね、いや俺もそれね、うん、思ったんだよ、そうだよね、うん、スクエアの対戦ゲームで、それは知らんの、隠しキャラがね、銃使いやすい。武士道ブレードで広げようとしてます。すごいね、ほんとに。97年くらいかな、6か7かぐらいに出たゲームで、その格ゲーって普通体力ゲージがあってさ、まあ、はいはい、先に減らしたら勝ちじゃない。そうだね、武士道ブレード一撃死の可能性がある。本当の決闘をね、やってるみたいな、うん、すごいな、それ、はい、そういう、ね、武士道難かったよ、普通に。よく頑張ったと思うわ。俺も日本史苦手だから厳しいよ。確かにね、それはあったな。ちょっと AP が大人げなかったな。武士道の、うん、うじゃあ、ジャンルを変えて、はい、ウランとか。あ、ダメだ、うんだ。ちょっと違うんだよ、なんか、何ていうか、その発想は良かったけど、オフサイドだったみたいな感じだった。そうそうそう、ウラニウムですよ、ラジオ。ウランのね、また別の言い方で、海物語。あ、でもね、結構穴かもしれない。一緒にしたら珍しくあんまり縮子がないんじゃないか、これは。海物語、俺さ、キャラ的にさ、一番パチンコやってそうじゃん。まあまあ、一回もやったことないよ。でも、かぶってはパチンコに詳しい人がいないかもしれない。そうそうそう、確かにね。そうなると、あのその、そういうジャンル俺が得意になるから、俺が一番知ってるまであるかも。俺も一回しかやったことないけど、うん、海物語、いいですか、うん、お願いします。はい、ですね、山陽かな、会社は。多分フィーバーを登録商標にしている山陽の機種ですね、はい、海物語というパチンコ、はいはいはい、パチスローなのかな、パチンコかの機種でして、ね、うん、まあその魚が出てくるリーチの演出だとか、あとはキャラクターだよね、海物語といえばね、あのマリンちゃんっていうあの金髪の女の子のキャラクターと、その緑髪で海パンを履いてるサムっていう筋骨隆々のキャラクターと、あと、まあマリンのそのライバルかな、ないかな、ワリンっていう女のキャラクターがいますよね。それぐらいかな。あと、まあ海物語一回アニメ化してますよね。知らなかった。なんか深夜アニメで海物語、なんかね、サブタイがなんかあなたがいてくれたことみたいな、そんなのがつくんですけど、なんか TBS かなんかでね、一回深夜アニメでアニメ化してるなという
記憶があるんですけどね、ちょっと違ったらすみません。僕ちょっとパチンコをね打たないもんで分かんないんですけど、海物語に関してはそれぐらいかな。うん、補足あれば、うん、マリンちゃん の、うん、あの実写版マリンちゃんみたいなのです、ね、あったね、ミスマリンちゃんみたいな、ミスマリンちゃんみたいなのが、はいはいはい、うん、でも全然その名前が思い出せなくて、誰だっけね、大久保マリコさんかな、うん、あ、そんなんかもしれない、うん、がやっていたと思います。はい、もうずっとそれを思い出そうとしてるのに、うん、こう藤娘ばっかり思い出して下村マリさんばっかり覚えて、なるほどね、なんでなって思ってたんだよね、はいはいはい、名前マリに改名した人、MARI のね、全然関係ないこと言っちゃってそれ本当関係ない、本当に関係ない、言う必要もないこと言っちゃったな、あの頃のグラドルみたいな、そう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 、そういうこと、そういうこと、なるほど、そうとかくらいかな、はい、あとはうちの親父が攻略法、海物語攻略法っていう嘘の本買ってすげえハマって全然当たんなかったくらいですね。なるほど、パチンコの本って買ったことないな、確かに。なんかここで何かを半分回すみたいな、でなんか多少ずれると成功しないこともあるが、うん、なんか正確にやれば必ず大当たりになるぞって書いてあって、うん、その多少のずれだと認識して誰も当たんねえっていうのがめちゃくちゃ詐欺みたいな本買ってて、なんか悲しくなったよね、俺ら子供の頃に。親父これで当たると思ってんのかと思って浅はかさに。そうそうそう、そんなわけないよ親父と思って。身内でパチンコやってる人おらんのよな。俺もいない、うん、だそう、うん、俺は親父がやってたけど俺はやんなかったな。うん、うん、は友達に何人かいる程度で、僕自身は全然言ったことない。好きな人ほんと好きだもんね。確かにね、うん、いや絶対面白いからやんない方がいいかなとさえ思う、うん、ああハマっちゃうんじゃない。でもだって大貧民負けてマジ切れするやつがパチンコやってる歌あるんだよ。パチンコ屋に逃げ込んでるくらいホーム感あるんだもん ね, ねすごいよな。確かに景品の化粧品そうか、三角的なやつもちゃんとやってる、ね、そういうことよね。三点方式、三点方式でちゃんと景品何もらえるかとかあんま分かんないんだよ、だから、うん、そうか、なんかこち亀でちょっと見る知識ぐらいしか本当にないよ。タバコとかもらえそうなイメージ。まあそうだよね、うん、はい、くらいでいいですかね。いいでしょう、はい、十分でしょう。そう、俺言いながら気づいたらまたリなんだよ俺。あ、本当だ。あ、本当だ。食べた？いやいやいや、あれ？よりいいリオお願いします。限界しにとりの裏切り返してあげようとしてたじゃない、ちゃんとダメなんだよ、返せねえんだよ。はい、またリなんですけど、うん、リうわー、どうしようかな。じゃあ、すいません、多分あんま得意じゃないと思うんですけど、はい、理化学研究所でお願いします。何にもわかんないお、でもそういうところをどうひねり出すのも、うん、ものですね。まあ、理化学研究所はその、まあ、いわゆる理化学を、まあ、研究してる知らない人の言い方なんですよところなんですけど、はい、まあそこで研究されたものとかかな、やっぱり鈴木梅太郎博士という人が理化学研究所で研究されてた方なんですけど、はい、うん、米ぬかの中からオリザニンという、うん、まあ、成分を発見したんですね。オリザっていうのが、まあ、お米とかいう意味があって、劇作家の平田オリザさんとかもそういう名前の由来なんですけども、はいはい、オリザニン、まあ、米ぬか由来だからオリザニンっていうのがあったんですね。でそれが、まあ、人間にとって非常に栄養価の高いものだということになって、知られたんですが、それが結局ですね、最終的にビタミン B1 だったということが分かったんですね、うん、でビタミン B1 って不足すると角形になったりするって言われていて、まあ、江戸の頃から江戸時代からその江戸患いって呼ばれるくらい日本人にとって角形って危ない病気だったんですけど、はい、まあ、そのオリザニンが発見されビタミン B1 として、あ、栄養が取れることになって、まあ、脚気とかがどんどんなくなるわけですよね。そうすると日本の栄養が豊富になっていって、うん、みたい な, なんかその食にも結構影響を及ぼしてきた機関なんですよね、理化学研究所、うん、でその影響が結構現代にも残ってて、その理化学的なことの見地に立って食を育むっていうのが残ってるのが、あの理研ノンオイルドレッシング、はい、いうその理研ってなんかメーカーの名前かなと思う人もいると思うんだけど、あれは理化学研究所の略で理研なんですよね。ということで、まあ、僕はまあ食が得意だからその話しちゃったんですけど、昔からその研究、理科の研究と我々 の, その栄養学とか食とかは切っても切り離せない関係にある、これが理研の姿です。まあ良かったんじゃないかな。まあそのやっぱりあんま知らないことでもその自分の得意分野にも言えるというのが、ね、もっとあるだろうけどね、うん、理化学研究所の、まあ、最近だとあのやっぱ113番ニコニウム、はい、ニコニウムね、確かにね、あえて言わないのかと思った。うん、何を言おうか、なんかまあ有名な人はいっぱいいるもんね。まあそうっすね、菊池
大六さんとか、はい、歴代所長はよくクイズにも出るし、よく出るから、ただその人ごとのエピソードが浅いなと思ったんですよ、うん、確かにね、そっち側に進んでも先があんまり、そう、理研の人誰かいるかね、あとね、なんかパッと思いつく人は本当に菊池大六さん、鈴木大雪さん、そう、それ違います、全然の研究とかもされてます全然違うから、俺が言いたかったのは誰だろう、まあ、大河内正俊とかね、あの有名な誰も聞いたことない、まあ、ということで、はい、危険ノンオイルドレッシングをね使ったらいいよっていうことと、ね、あのノンオイルドレッシングだと思って、うん、気を抜いて使ってるとすげえ糖質高い可能性あるから気をつけてねノンオイル痩せると思って使ってたダイエットガチ勢ね、ノンオイル青じそドレッシング結構糖質あるなと思って、ね、うん、気をつけていただければと、オリーブオイルと岩塩で食べるといいよってことね、それが俺の美健の最高知識、なるほど、うまいもんには脂質か糖質がね、はい、あるんだよね、よねー、よって結構難しいですね、あんまり選択肢がなさそうだよね、よ、陽気スペレスとかですかね、じゃあね絶対知らないでしょ、ご存知ないんですか、陽気スペレス絶対知らないやつリコがかろうじて知らないくらい俺が最も詳しいはずなのに知らないからね、陽気スペレスじゃないね、そうだな、巨人のね、ピッチャーだったかな、うん、じゃあね、分かった、広めに言うから何を言ってくれるのか聞こう、ああ、いいね、横浜、おお、はあ、横浜です、横浜を語ってほしい、うん、あえてね、俺とか石野さんじゃないっていう、まあ、ベイスターズ好きな2人はね、そうそう、まあ、その野球の話しちゃうと思うので、はい、AT の方その横浜の話って何かなと、ああ、横浜か、まあ、あんまりその横浜に縁があるわけじゃないんですけど、うん、何回か横浜に行ったことはあって、うん、何でかっていうと、うん、アジトーブスクラップ横浜がね、はい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 、横浜中華街のとこにあるんですよ、あの謎解きのスクラップの会社が持ってるビルね、うん、はい、そうなんですよ、うん、そこでまあ、そこでしかやってないその謎解き公演とかたまにあるんで、うん、そこにちょくちょく行ったのでね、うん、みなとみらい線でね、はいはいはい、乗って、うん、元町中華街駅、はい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 、で降りてね、はい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 、そこによ何とか行ったなという感じ、うん、あんまり広がんないぞこれ雑学は入ってなかったね今ね、あ、そうね、駅名がうんちくはないと思った、そうですね、クイズ作家らしいうんちくそうですよ、はい、横浜ね、昔、まあ、その最近はあんまり言わないかもしれないけど、そのちょっとまあ、トイレに行くことをして横浜行くみたいな、そういうと隠語みたいなのは結構昔言われたことがあって、昔の隠語、はいはい、それがなぜかっていうと、その横浜で使われた市外局番が045なんで、まあ、そのおしっこと引っ掛けて、まあ、そういう言い方をしていたっていうのがありましたね。おしっこと引っ掛けるをおしっこに引っ掛けたっていう。そうね。ね、すごいな。確かにね。まあ、偶然だけども。まあうん、あとは何かあるかな。ね、まあ、まあ、横浜ランドマークタワーが、うん、まあ、有名ですけど、はい、その何回だけだったかな、ちょっと数字を忘れちゃったんだけど、うん、その回数で考えると、その一番日本一、その回数が多い、その何回っていう、うん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 、何回だったっけかな、要はその高さで言うともっと高いのはあるけど、階層の数が多いってことですね、だったと思いますね、確か、なるほど、 そのくらいかな、いや、良いんじゃないでしょうか、良いんじゃないでしょうか、 AT 以外いる全員横浜に何かしらあるんだよな、今思ったけど、俺は住んでたね、そうそうそう、まあ、横浜好きだしよく行くし、住んでもいた俺は、うん、あ、そうか、うん、じゃあごめんね、そうだよね、あ、でもやっぱりなんかそのゆかりがないけど出てくる知識はそのいろんな角度から出てくるものがあるね、一個じゃなくて、まあ、そうっすな、あれとかはその、ね、野球とか家系ラーメンとかに落としそうな気がしちゃうわ、家系ラーメンとか、ね、あれば館内の二郎が一番うまいっていう、二郎なら一番うまいのよあれがうまいよな、一緒に食べこう、チートデーの時行こう、そうだな、うん、なんか晴れて40キロくらい痩せたらもう俺アホンみたいに食いそう、 そうね、横浜のままままま、ま、じゃあねマインクラフト、おお、あ、でもなんか動画とか見てそうな感じがするな、ね、うん、俺は全然わかんない、真鍋明房とかよりは変わりやすい、マインクラフトの
雑学ってないよ、だって。で情報を俺知らない、俺たちになんかどういう動画が面白いとかでもいいから。何ですか、まずマインクラフト。食べれるんですか。あのゲームなんですよ。はいはいはい、そう、うん、ゲームで、その、すごいですね。どういうゲーム、落ち物系、ね、何ギャルゲー。そのね、ゲーム内に目的がないのよ。はい、目的がない。目的がない。そういうの、なんて言うんだっけ、サンドボックス。サンドボックスって言うんですよ。砂場です。はい。はいはい、まあ、目的がなく遊べるゲームということでね、はい、なんですけど、まあ、すごいよね。なんか目的がないのに、なんかすごい建築をしている人がいて。あ、はいはいはい、いるね。なんか、とにかく地面を掘って、素材を集めて、うん、金とか鉄とか、うんうん、でそれで組み合わせて城とか作ったりするらしいんですよ、はいはいはい、ぐらいの知識しかないやったことねえんだよなんか今マインクラフトってどこの会社が持ってるのか、 Google とかが、あ、そうなんだ、うん、そういう持たれ方なんだ。なんかどっかが買い取っちゃって、その制作者はもう悠々自適な生活売り抜いちゃったみたいな。売り抜いちゃって、うん、送り人だ。送り人をしたんですよ。俺なんかね、誘ってんなって。大好きでしょ。誘ってるわこれ。ね、うん、そっか。ドラゴンクエストビルダーズとかも要はマインクラフトをドラクエの世界でやってみたみたいな。そうなんだ。なんじゃないですか。俺もそう思う。そうそうそう。そういう感じで、そうだね。そういう感じです、ね。あんまり公に言ってないのかもしれない。そう、公式な関係はないと思うけど。そう、多分。でも、あつ森といい、やっぱりそういうのが流行ってるんかね。目的がないけど、自由に作れるみたいな。確かにね。俺は無理だ。なんか人と競うのが好きだから。そうね。スマブラとか、マリカーとか、うん。マリオパーティーでもいいぐらい人と競いたい、うん。クイズって人と競ってるからね、そもそもが。ね、うん、クイズ好きな人は結構違う趣味だなと思うよね、マイクラフト。そうね。なるほど。マインクラフト。雑学はなかったですけど俺たちもダメを出すほど何も知らないけど Google かな、なんか調べとくんですけど、世界でも何億本とかも売れてて、もう ね、世界でも有数の売れ方のゲームですから、うん、そうですね。マイクロソフトですな。おお、うん、名前似てるからねマイクロソフトが持ってるそうです。我が社に名前は似てるなと、はい、そうですよ。俺が知りたいなと思ってた、うん、東洋と西洋で、うん、どこがどうなってんのかな境目ってどこにあんのとか、すごいこと。質問だもんね、どれくらい答えしか言えないもんじゃあなしにしよう、ね、いや、いいよ、じゃあ語ってみよう。東洋と西洋で語ってみようか。東洋と西洋で、はい、東洋と西洋ですか、うん、はあ、なるほどね。どこに違いがある、はいはい、東洋っていうのは、まあ、東洋大学って大学がありまして、これ井上遠慮さんっていう人が作った哲学館っていうね、うん、その学問所が元になってるんですけど、うん、西洋大学ってのはない、ないと思います。ないですね、多分ないですね、はい、別にこんな話をしたいわけじゃないのまあそうな、はい、ね、東洋と西洋、東洋はオリエント、西洋はオクシデントとね言われます。はい、でですね、オリエントの語源はオリエンテーリングとかと同じなんですよ。はい、で、ですね、その境目か、うん、境目とか違いとかを知りたいんで、ね、違い、まあどの辺から東洋っていう、ね、なるほどね、はい、ですね、トルコが結局微妙なところかなと思うんだよ。でまあそこはその、うん、文化的にも東洋と西洋の間ぐらいだと思うので、うん、どの辺からってでも明確にないんじゃないの、本当に。東洋と西洋、インドはまあ東洋でしょう。中東は？中東は東洋ですよね。ああ、そうなんだ。一応は。どっから西洋か。でも本当トルコがちょうど境なんじゃないかなと思いますけどね。結構ロシアとかもちょっと微妙なとか、ね。そうだよね。横に長すぎる。そうそうそう、そう、そう、まあ。要はそのアジアとヨーロッパにまたがる国っていうのはロシアとトルコと言われてるから、はい、そこの西東で分かれてるようなイメージだけどね。うん、なるほどね。はい。軍畜か、そしてなんだろうな。なんだろうね、まあ僕各言うね、僕あれなんですよ、卒業旅行、大学の卒業旅行でトルコに行ったんですよ、ね、うん、はい、トルコはね、とても
いい国で、その今、まあ、政情が不安定というか、そのエルドアン大統領っていう人が結構いろいろその自分の支持のためにね、そのアヤソフィア聖堂っていう教会をモスクにね変えようとかねしたり、いろいろ大変なところではあるんですけれど、旅行する分にはねすごくいい国だし、ご飯も美味しいです。はい、見どころがねいっぱいありますよ。イスタンブールはトプカピ宮殿もあるし、ドルマバフシェ宮殿もありますし、旧市街の市場とかはねすごい賑わってて活気もあるし、国立公園世界遺産みたいなのもね、魚連目要はあれですよね、うん、カッパドキアとか、はいはいはい、パムッカレとか、はい、いろいろありますしね。実際に行ったのってすごいね、いいね。どういう食べ物があるんですか？まあ、まずピラフだね、はいはい、トルコ料理といえばピラフですけど、日本で一番メジャーなトルコ料理かもしれない、はい、ピラフが普通に出てくるので、うん、全然その問題もなく日本の方は食べられると思います、うん。であとはまあその肉とか野菜とかはその現地で採れたものが普通に何だろう、口の日本人の口に合うようなレベルのがちゃんと出てくるので大丈夫だと思うんだけど、酒がねいいんですよトルコは。イメージない、ね、イメージないね。ラクというお酒がね出てくるんですよ、ね、アルコール度数が40度くらいある酒で、そのね、水を入れるとねちょっと白く濁ることから、なんだっけ、ライオンの乳と呼ばれるのかな、ちょっと、うん、ね、はい、確認なんですけどという別名もあるラクというお酒なんですけど、これがねなかなか少なくてもねバッチリ酔っ払えるいいお酒なので、ぜひ飲んでみてもらいたいなと思います。僕大学のその卒業旅行で後輩と一緒に行ったんですよ。これ僕が5年生で後輩が4年生だったんですけど同時に卒業したんですね。そうそう、同時に卒業したので後輩と一緒に、クイケンの後輩と一緒に行ったんだけど、その後輩が誕生日が3月だったのね、うん、で旅行中に誕生日をサプライズでお祝いする企画があって、いい、うん、その旅行のね最終日の前日か前々日ぐらいの時に、なんかみんなでショーを見るのがあったんです、うん、イスタンブールで、うん、でそのショーの最中にサプライズで誕生日の人がこの中にいるぞってわーってなって、うん、そのお祝いになったんですけど、うん、僕それをそのセレモニーをやってる時に、うん、ラクを飲みすぎて酔っ払って潰れてたんですよ、うん、ちゃんと見れてなくて、なんか動画かなんかで、あ、そうそうそう、薬飲んじゃった。そうなんですよ、その現場をね目撃できてないんだっていう。はい、海外で潰れるまで飲むってすごい度胸やな。そうだね、怖いだろう。確かに、はい、みたいなことがありましてね、あんま危ない目とかにも僕は全然合わなかったので、トルコぜひ行ってみてください。そんな西洋と東洋のねいい部分がいるの結構混ざってる国だと思います。なるほどね、はい、無茶ぶりだったけどまとめてくれた、ね、さ海外さ、はい、石野さん以外に行ったことある人いる？俺ない。ない。俺もない。知見の狭い団体なの、ね、本当に、ね、恥ずかしい団体です。恥ずかしいんですよ本当に、本読んでないとか映画見てないとかもね、俺結構その恥ずかしいから読まなきゃとかやんなきゃとか思うけど、海外も行った方がいいんですよ。まあね、それはわかる、うん、行った方がいいとは思って、まあ俺も痩せた方がいいと思っててずっと太ってたから、そういいと思うことはいっぱいある。俺もね、行ったらハマるんじゃないかなと思うんだよな、そうか、言葉通じないのってみんなどうですか？俺は超怖い。俺は無理だね、そのリペイティは。まあなんとかなるとは思う。なんか英語が通じれば、あ、そうそうそう、英語通じない地域はやばいと思う、さすがに。英語は通じるし、みんな優しいよ、やっぱり。そう、うん、そう、頑張って話そうとしてくれる人に対して、うん、僕もそんなにいっぱい行ってはいないんですけど、まあ、トルコに行って、オーストリアに行って、ハンガリーに行って、チェコに行って、スロバキアに行って、あと台湾に行ったんですけど、僕は、うん、まあどこも基本人は優しいかな。じゃあさ、うん、分かった。そのいきなり初心者で行くの怖いから、はい、ちょっと社員旅行で俺たちを台湾に連れてってくれる、はい、台湾いいね。台湾は初級編だと思うの、はいはいはい、だから2、3時間ぐらいで行ける、そう、行けるし、一人知ってる人がいるし、あとその親日っぽいイメージがあるからさ、なるほど、日本人に優しいっていうのがあったから、確かに確かに、その日本語表記とかもあったりしそうだけど、なんかファミマがいっぱいある、台湾は、そう、だからファミマあるだけで安心するなるほどね。そう、じゃあちょっと近年行こうかね。はいはい、じゃあ情勢が落ち着いたら企画しますか。まあね、落ち着いたら台湾行こう。はい、いいね、確かに初級編では一番いいくらいかもしれない。そう、行ってみたいんだよな、うん、確かに行くべきだとも思うしね、うん、海外ね、そう、ちょっと連れてってくれ、俺たちを、
確かに俺はなぜかサイパン行きたいなと思ってて、まあまあいいんじゃない、それも初級っぽいけどね、そのなんかさ90年代とかに比べて今みんなあんまサイパンって言ってないんじゃないかと思ってグアムもそうだけど、そうそうそう、グアムサイパンって憧れの地みたいなのよ、昔ね、なんであんなだったのかなと思って確かにな、何、うん、だったんだろうな、そうそうそう、ハワイ、グアム、サイパンめっちゃ出るのにね、ああだからその反映されてんだろうな時代が、そうね、ああいう行っときたいよね、そうそう、ベタなリゾートとかにもね行ってみたいなとは思うんですけど、まあ台湾もう一回行っても全然僕がいいので、バリも、うん、バリはバリもいいよ、バリも行ったんだ、え、行ってないんだけどバリもハワイ、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 初級中の初級で、ハワイが初級で、ハワイ初級で、日本人が多いわ、ハワイ、ハワイ行きたいな、スパム食べよ、スパムイメージどうなってた、沖縄とかで行くやろ確かにといったところで、はい、2周しましたね、はい、無事ね、やった、よかったよかったよかった、なんとかなった、うん、うん、はい、まあうんちくもそれなりに出てよかったんじゃないですかねそうですね、どうですか、リコさんどうでしたか、俺は自分もうんちく言えてないし、パスも下手だし、これ言えてねえな、本当に、まあ、そうだね、その自分が言えないのはまあ前の人の責任もあるか知らないんだけど、東洋と西洋って言ってたからさ、しりとりではないね、少なくともね、でもいいよ、ちゃんとしてたよ、あ、そうか、うん、まあ、話は広がりはしたからね、うん、というわけでいかがだったでしょうか、今後取り上げてほしいテーマですとか、まあ、その他質問ですとか、あるいはこういうゲームをラジオでやってみてほしいとか、そういったことを、ぜひ動画のコメント欄に送ってください。以上本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。とはトルコでよかったんちゃう本当そうだね